ようこそジエンヒルズへ。このチャンネルは大学生である私ジエンがいずれ人は死ぬのでどうせなら楽しもうと完全に自己満足のミュージックビデオを作ったり旅行をしたり喫茶店を巡ったりするチャンネルです。変なこともたくさんしました。人前でギャグやフリップネタをしたりとんでもない距離を歩いたり24時間素振りや壁当てをしたこともあります。特にご好評いただいているのは元ミスド店員の私による新商品のレビューや大食いのシリーズで、ぜひチャンネル登録をしてご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。乃木坂46山下美月さん卒業おめでとうございます。そして8年間お疲れ様でした。ということで、僕はですね、山下美月卒業コンサートデイ2東京ドームに行ってまいりまして、今回はその感想を喋りたいというふうに思いますけれども、まずですね、僕は本当にまだ乃木坂を好きになって1年も経っていないにわかの新参者ファンでございまして、拙いところもあると思いますが、その点をねご了承いただいた上でこの動画視聴していただければなというふうに思います。でまず自己紹介なんですけれども、僕はね乃木坂のこの筒井あやめちゃんっていう方が好きなんですよ。筒井あやめね、はい、4期生の筒井あやめちゃんなんですが、この筒井あやめちゃんが好きなんですけど、好きになる前はね、まあまず乃木坂はね押すにあたって誰を押していこうかなというふうに、考えた時にですね、まあいろいろ見てたんですけど、まあ、山下美月もありやなと少し思ってた時期がありましたね。ということで、まあ山下美月卒業コンサート当たってめっちゃ嬉しかったし、山下ねちょっと好きになろうかと思ってたぐらいやからね、卒業するのなかなか寂しかったんですけれども、今回のライブがね、僕なんと初めてのね乃木坂のライブで、2、3週間前に乃木坂5期生のセーラームーンというね舞台ミュージカルをね見に行ったことはあって、乃木坂自体を見たことはあったんですけれども、まあ、こういう本格的な音楽ライブとかね、ほとんど全員が出演するライブ、そして東京ドームでの公演、すごいですよね。そこに行くっていうのは初めてでしたので、まあ、その感想をね乃木坂ライブ初心者のね目線からちょっとレビューしていきたいというふうに思います。端的に話すと感動したわ。最初一言に言うと感動したなと思います。僕のこの乃木坂への愛ですけど、もちろん乃木坂はアイドルである以上、まあ音楽いっぱい出しますけど、まあ僕曲よりも曲とか顔とかね、アイドルはやっぱ顔も大事、うん、外見とかも大事、曲とか顔とかそんなんよりも、配信中って YouTube チャンネルあるじゃないですか、そういう企画とか、まあ、工事中っていうバナナマンさんが MC をしてるバラエティ番組とか、乃木坂を一タレントテレビの人っていうイメージで見てるんですよ。だから茶の間ファンっていうのが正しいんでしょうかね。ミュージックステーションとか、なんかカウントダウン TV とかで出るときは録画をして、見てね、の YouTube での企画の動画とかを見てね楽しむタイプの人間で、音楽とか全員のここの顔が好きみたいなのはあんまり思ってないです。だからどっちかと言ったら乃木坂の内面面白さとかを重視して見てるので、乃木坂を好きになった理由としては、乃木坂工事中のみんなのバラエティとの立ち回りとかがおもろいなと思って、この人たち意外と面白いんやなと思って好きになりましたから、このね筒井あやめちゃんが好きな理由もね、喫茶探訪っていうねこのあやめの企画ありますけどね、それがちょっと面白かったので、好きになったということで、音楽ライブというところに足を踏み入れるのはなかなか僕自身楽しみではありました。僕がそんなに乃木坂に対して重視してない曲とダンスとか踊りとか外見とか顔とかの部分が重視されてる音楽ライブですからね。ということで音楽とかをそもそもあんま乃木坂の曲聴かずにね行きました。あまりにもちょっと膨大なね量があるってことで、全曲聴くのも無理やし、知らない曲が来ても、まあ、きっと楽しいしね、彼女たちにはね彼女たちのその楽しませた方がある、振る舞いとか顔とか外見とか可愛いやろうから、その曲が知らなくても暇はしないやろうなっていう風に思ったので、まあその辺は期待していきました。筒井あやめちゃん推しだ言いましたけど、最初の開演前のね注意事項とかのアナウンスをメンバーが顔出さずにやるじゃないですか、毎回シークレットでね。それがねあやめんとあや小川あやちゃんだったということで、いや本当にこれの時点でなんか引きいいなと思いました。あやめん推しとして行ってね、今回水木の卒コンっていう、まあ、そういうね大きな名目があるから、まあ、そんなあやめん出てこないと思ってたけど、このね影ナレーションって言うんでしょうか、まあその影アナウンサーみたいなのがあやめんだったって、これがもうすごく自分自身その報われた気がしたというかね、この行った甲斐があったと思ったわけです。本当に新参者でにわかなので、知らない曲もいっぱいありました。それでもめちゃくちゃ面白かったんですよ。めちゃくちゃ楽しかったんですよ。めちゃくちゃ感動したんですよ。セットリストですけど、まあ、デイ1に比べてデイ2が割と思い出曲というかね、感動曲が多くて、デイ1はどっちかって言ったらメジャーで盛り上がる明るい曲が中心で、デイ2は山下自身思い出に残ってる、そういう思い入れのある曲が多かったですから、特に最初の挨拶でなんかもううるっときたし、山下がバーンと登場して、この日で今日で、ね、乃木坂としてアイドルが終わるっていう、うん、なんかそれがすごく儚いなというかね、もう明日から山下はアイドルじゃないのか、乃木坂じゃないのかと思うと、もう行かないでと思いました。もう行ってほしくないな、もうやめないでほしいなっていう思いましたね。
そういうことを最初に言うからさ、メンバー同士がさ、もう今日で終わりだねみたいな表情をしよるんですよね、そういう表情のやり取り、歌いながらの山下との掛け合いとかコミュニケーション交流がそのすごく感動しましたね、メンバー同士でのそのやり取りとか見てたら本当に愛されてて仲がいいんだなというふうに思いましたよ。それぞれメンバーの山下美月との思い出とかをね聞いてると、いやなんか別にメンバーじゃないのにすっごくいいグループなんやなとか思って、青春、うん、彼女たちの青春をね、少し垣間見れた感じがしてね、あやめん推しとしてはね、席がアリーナだったんですが、トロッコとか、まあ、あやめん自体もすごく近くで踊ってくれたりして、本当に席も申し分ないところでね、一緒に行ってくれた人がいい席を取ってくれてよかったなと。で、まあ一緒に行ってくれた人は割と歴が長くて、曲とかも詳しいから、いろいろ教えてもらいながらね、こういうペンライトとかどうやって振るかみたいな、そんな、まあ周りに合わせつつね、なんとか楽しみました。席も良かったし、で、いろんなね、写真とかも撮ってくれて、それは良かったですね。うちわとか作って外見だけ見たらね、乃木坂歴長い感じなんですごく楽しみました。アンコールに入ってね、ドレスでバッと登場してくるわけです。あそこでスピーチとかもしますよ。乃木坂入ってからの思い出とかね、非常に山下が波乱万丈なアイドル生活を送ってたということも聞きましたけど、乃木坂46正直舐めてました僕。アイドルやしね、音楽コンサートって言っても別にそんなね大したことないやろうと思ってたんですけど、いやもうここまでね正直乃木坂のパワーというか人気っていうのを見くびってたところがあってね、一人のアイドルの卒業コンサートで東京ドームを埋めてしまうわけですからね、すごいなというふうに思って、で最後の曲がねチャンスは平等だったわけですけど、まあ最後私らしく明るい曲で終わりたいみたいな感じで曲を振ってですね、チャンスは平等が始まったらですね、僕あやめん推しやね、あやめん推してるって言いましたけど、このねチャンスは平等はあやめんが初めてアンダーに参加するきっかけとなった曲がチャンスは平等だったんで、チャンスは平等に対して言っちゃ悪いけど嫌悪感というかね、特にチャンスは平等自体も乃木坂が好きな人からも割と酷評だったり賛否両論ある曲だったので、僕もどっちかと言ったら賛否の P の部分ね、ちょっとこの曲なんなんやろなって思ってる部分があったのであんま聞いてこなかったんですけど、このライブでしっかり聞いたのは初めてだったんですが、それでなんか感動してしまって、もう涙がね、涙流しましたね。特に歌詞がですね、山下が、まあ、これからアイドルを卒業して旅立っていく、まあ、そんな山下に向けてね、秋元康先生が作詞してる感じがしてね、何かを決めたんだろうね、不安になることなんかないさとかね、勝手に体が動き出すよ、ステップを踏みながら新しいワールドすぐそこにあるとかね、未来へのチケットだみたいなことね、君も僕もチャンスは平等、自分を信じてただじっと待てばいいみたいな、そういう歌詞がもう山下に向けて歌ってる気もしたし、なんか僕に対してもね、なんか歌ってるような感じがして良かったなと思いました。なんか卒業ソングとしてこのねチャンスは平等という曲調どうなんだとか、秋元がやりたかっただけ、こういう曲作ってみたかっただけだろうみたいな言われてたんですけれども、卒業ソングにぴったりでした。なんか山下らしかったし、この曲で終わることに意味があったんだな。そしてチャンスは平等というこの曲がリリースされてね、卒業コンサートのデイ2の一番最後にやる曲でようやくね花が開いたというか、そこに意味があったんだなと。ここまで見据えてたのが、自分で決めたことなんだろう、さあ楽しんで始めてみろよ、振り向かず踏み出せとかね、直感に従い今までの経験役に立たない夢を見るつもりならしっかりと目を開けて全てを見逃すなよ、なんか山下に向けて歌ってる一方で、山下がおらんくなってからの乃木坂46を歌ってるかのようなね、もうなんかすごくこのチャンスは平等という曲一曲にね、いろんな思いが込められてる気がしてですね、めちゃくちゃいいライブの締めくくりだったと思いました。まさかのだからチャンスは平等で泣くっていう、もう鳥肌も止まらなかったです。ファンの歓声とかすごく音圧がすごくて、男性ファンがやっぱ中心じゃないですか、声を出すうおーっていう、それがねもう一種のスポーツイベントをね見てるかのようで非常に感動しました。乃木坂46のライブね、ぜひまた行きたいというふうに思いました。ということでここまでね、割と初心者の目線からレビューして、一曲一曲ね僕自身思い入れがある曲とか知ってる曲だったらね、こう感想言えたんでしょうけど、全然知らない曲ばっかりでそれは申し訳ないんですけど、でもなんかそのライブ全体を俯瞰して見た時にね、ここまでなんか音楽ライブとかで泣いたこともないんですけど、何回も感動しましたし、いやちょっと乃木坂の青春やっぱこれすごいなとね、このグループの熱さというかね、永久に不滅やなというふうに思いました。ということでまあぜひまたねライブ行く機会があったらレビューしたいと思いますし、今後も乃木坂を推し続けたいなと思いました。ここまで見てくださった方もありがとうございました。良ければね高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。炎上という小さな戦争が人間という大きな命を、マカダミアナッツ君がくれた、でも僕はそのまま捨てた。